はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ミーナスイレブンビビットをやっていきたいと思います。さて、準備ですね。なかなか当たらない。さあ、なんか新しい物語が始まろうかな。プールか。まあそれは、おっと、ちょっとツンデレ感がある。これちょっと、この左の胸、なんか脅威の格差を感じるな。マインの格差がすごすぎる。格差、サッカー。さて、経営施設が開放ということで、遠征ですね。まず遠征を見ていきたいと思います。さてと、遠征を、誰を遠征に出すかですね。誰がいいのかな。この子、この子12いってんのか。じゃあこの子にしましょう。最低でもレア度は3あればベストですよね。おっと、もう一つ遠征できる。ああ。なるほど、いろんなとこに遠征ができるわけですね。さてと、なんかイベントでもあんのかな。ありますね。え、これなんだろう。さて、セラエの猫耳のセラオネオちゃんが行きましたが、キリレンゲ、というわけで、ピラティスフィールオブフィールドというコンテンツなんかな、あるようですね。ルールを見てみましょう。イベントリーグで豪華報酬をゲットしよう。なんか海賊っぽいな。
なるほど。まあ、いろんなものがゲットできる。なんか別の、ソシャゲなのかな。何なんだろう。声優さんも聞いたことない声優さんだし。あ、行ってみましょう。スビーナスなんてあるんだ。ポジションは？なんだこれ、左サイドバックか。じゃあまあ、これと入れ替えよう。これで攻めようと。キャプテンはルーミンか。おっと、試合に行かずに？ストーリーモードに入った。さあ、今度こそ試合開始。さあ、ユニフォームを前回から今回から変えております。青を基調とした、まあ夏らしい新ユニフォーム。さあ、ポジティブバス。つないでいきます。ルーミン来た。ミッドフィルダーでも結局ルーミンストライク。見すぎかよ。おお、ナイス、エミリー。おっと、もうシュート打つ。超えた。ルーミンを交代。そしてですね、ミッドフィルダーの位置いるんで、彼女とチェンジしましょう。他はまあスタミナに余裕があるんで、チェンジしなくても大丈夫です。これで取りました。さあ、もうゴール前まで来た。あっと、エミリーだ。これシュート行くぞ。メイカーシュート、超えた。ハイビスカス、相手をキーパー。ハイビスカスいいですね。さあ、ルーミンが。長い、あんまり働いてない。なんだこれ。シュートが見たいが。
おっと、ルーミンに渡った。さあ、最後のルーミンストライク、4点、圧勝です。すごいですね。海賊船アトラクションで海賊の一員としてお仕事してもらいます。超ウケる。あ、まさか。箱根かな？島か。さて、私がルールブックですっていうわけですね。海賊っぽいこと。カメ。なるほど。頑張ってます。結構経験値確保できたのかな。ルミンです。昇格する前に時間がかかりそうですね。相手のルーミンがいるんですよね。早くもアメリカンシュート。すごいな、ルーミン同士を対決。さあ、ポジティブパス、誰につなぐか。ルーミンに来た。時間がもうあんまりない。こともないか、32分。ルーミンが自信で取りました。おっと、2人だ。超えない。超えた。さすがです。さあ、天文さゆり、もう時間がない。前半試合終了。このまま後半戦いきます。
おっと、こえられた。なかなか強敵です。強い相手。あ、違う、味方だ、ごめん。相手もルーミーいるからな。おっと、かわいい。そしてルーミーへ。これをあのピンクのままだったら紛らわしかっただろうな。青にして正解だった。え、この子からシュート無茶だろう。でも入っちゃうんだよね。ルーミン同士。さあ、どんどん行ってみたいと思います。ディフェンダーですか。ルーミンを使わないでおきましょう。これで、試合開始です。おっと、先取点。またダイレクト。ボレーシュート決まりました。ちょっと奥田光が疲れてきている。結構バテてる選手多いですね。変えましょう。ディフェンダーか。え、なんか知らないけど、フォワードじゃん。
って、この子に変える。間違えた。あっと、変えられない。ルーミン、ディフェン、なぜかディフェンダーへ。シュートだ。3点目。あっさり取りました。メロディーパース。さあエミニーがやってきたが、ここで試合終了、勝利です。さてですね、確かガチャできたんじゃないかな。10回、そうですね、10回ガチャができます。やっぱり水着でしょうというわけで、でもいろんなガチャがありますね。水着行ってみましょう。ナイトプール、ちょっとクラスが高い。これで終わりかな。
なんかいろんなものがありますね。ドリームチケットってなんだろう。フレデリカか。と、この小春ですね。水着小春。が新たにゲットできた選手ということで、この小春を「ドリームチケット10」って何だろう、これもスカウトできるんだろうか。どうもそうではないみたいです。チーム見てみましょう。育成ですね。鍋から当然リアリティです。うん、でも読んでもなかなかリアリティ高いですからね。これで来ました。それは、おっと、チームを去るのか。なんか大げさですね。おっと、説得がなんか浅いですね。ミッドフィルダーですか。
さあこれでいってみましょう。ちょっとレア度は低いけど勝てるでしょう。早く選手権を取りたい。さあその雪はダイレクト。結構相手強いですね。今カットしたね。さあダイレクトではない。超えた。どうするんだ。普通のシュートですね。これ前半戦終了。ちょっとバテてきた。これ後半戦です。キャダイレクトだ。さあこれユキナがちょっとバテてますね。エミリーとチェンジしましょう。おっと、シュートだ。しかし捉えた。2人ともバテてますね。ルーミンとチェ。ユキナが動かせない。チャンス。シュートですが打った途端に試合終了。成長期。プレゼントアイテム入っていうのはあるみたいですね。なんだろう。ちょっとチームの強化をしましょう。
ビートボードですね。と、守備ポイントがない。ということで、続きをやりましょう。おっと？さあ、越えて天文へ。さあ、ポジティブパス。まあ、シュート行かない。超えました。フォワード2人が相変わらず疲れやすい。キャダイレクト。早いです、足が。さあ、ルミ来た。ルミストライク。ほぼ試合終了ですね。
さあ、大事な昇格戦キックオフです。おや？どうした？素晴らしい。宝地図、すごい。さあ、行きました。お、なんだ？バシッてきて。それでもまだいけそうですね。さあ、シュートへ。外れたのか。体幹シュート。すぐルーミーが取りに行く。しました。
まだ続きがあるみたいですね。パイレーツアタック。眩しい。おっと、争ってます。お、どうしたんだろう。エミですか。筒なんでまだスキルが一つ足りないですね。はい。というわけで最後に通常リーグやりまして終わりたいと思います。またアメリカンシュート。熱い2点目。ちょっとフォワードが疲れてる。さあ、これで選手を入れ替えまして後半戦です。
さあ、ルミストライク V。さあ、取りました、ルーミのシュートですね。さあ、これで終わりかな。試合終了です。スポコン女学院、はい、というわけで、ここまで、したいと思います。はい、いつものことですが、チャンネル登録、高評価、コメント、SNS などを拡散歓迎しております。ブログ、ツイッター、説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。また、最後20秒に流れます関連動画、動画プレイリストの方も、お時間ありましたらご視聴によろしくお願いいたします。以上、ご覧いただきましてありがとうございました。ゲーム動画で行こうでした。